3月5日、JR 宮地駅前でいじめ防止標語横断幕の贈呈設置と阿蘇警察署で表彰式が行われました。横断幕贈呈式では阿蘇ロータリークラブ会長や学校警察連絡協議会会長、阿蘇警察署長の挨拶があり、いじめ問題について改めて考え直しなくしていくことを心がけるよう話しました。挨拶の後、宮地駅前にある駐輪場に横断幕を取り付ける作業が行われました。このいじめ防止標語は高校をはじめ小中学校から約3000もの応募があり、その中から優秀者3名が選ばれました。最優秀賞に山田小学校6年の宮崎梨沙さん、優秀賞に浪野小学校6年の奈良木野義美さんと古城小学校6年の市原優希さんが選ばれ、阿蘇警察署で表彰状授与式が行われました。表彰式の後、受賞者や関係者全員で警察署玄関で記念撮影を行い、式は終了しました。